ザリーガニ。どうもザリガニのでーす。はい、ということで今日はいつもと撮影場所が全然違うんですけども、今日はなんと新しいジャニオタのお友達ができました。イエーイ。今回お友達になったのが2人いるんですけども、1人が俺と同じキンプリが好きで、特にレン君が好きなレン君推しの方と、もう1人が嵐がすごい大好きなお友達ができましたので、そちらの方に登場していただきましょう。どうぞー。失礼します。ジャースお前野球部よし後輩か。挨拶お願いします。はい、どうも、アイブラのシュートコウタです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして、ザリさんのチャンネルの皆さん、はじめまして、レン君が大好きな、22歳男シュートと言います。よろしくお願いします。22歳、25歳。パパお父さんじゃあ聞いてたんか、さっきあの聞いてたの、一人で喋ってるとこ、うん、なんか子供と話してたんじゃん。はい、今日は皆さんねみたいな先生だった、幼稚園の先生の話し方だった。はい、ということで今日はこうちゃんが嵐がめっちゃ好きですごいということで、ただ俺は全然嵐のことを知らないので、今日は嵐のことを教えてもらうんですけども、どうせなら楽しく教えてもらいたいということで、で今回は合計で5問持ってきてもらったので、こうちゃんに出してもらいつつ、この2人で5問答えていこうかなと思います。いや、それで、あのクイズに関してなんですけど、嵐の例えばテレビだとか曲だとかそういうことから問題出します。で、はい、3択出すんで、その3択の中から1つ選んでいただいて、はい、それでよろしくお願いします。お願いします。じゃあそれでは早速クイズやっていきましょう。いきますか。お願いします。嵐のファンからしたら当たり前なんですけど、ほうほう、最年長が大野くんだと、はい、で最年少が淳くん、はい、ほう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 、はいはい、なんですよ。あと3人いるじゃないですか、はい、問題は真ん中の人を当てていただきたい。おっと、次男でもない、四男でもない、三男は誰ですかっていう問題です。なるほど。僕の中では多分淳くんの次が翔くんだと思ってて、相葉くんが真ん中っぽいなと思ってて、ほう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 、ミノはちょっと大人っぽいから、確かに、俺真ん中は相葉くんだなと思って、お、俺アイバックでいくわ。じゃあ俺ショー君で、おお、え、ファイナルアンサー、じゃあテクニカルアンサーでごめんごめんこれ頼むかった、お願いよ、絶対使います。じゃあ、はい、答えアイバックです。そうなんですよ。で、並び順的な大野くん、翔くん、翔くん上なんだ、相葉くん、2の松潤、J、 おー、 J なんですよ。じゃあ2問目お願いします。2問目いきますか。皆さん花団はご存知だと思うんですけど、はい、はい、花より団子、花より団子で使われてる嵐の楽曲が3つあるんですよ。え、そうなんだ。花より団子のドラマと、はい、セカンド、はい、シーズン2と、あと映画があるんですよね。はい、花団って言ったらラブソースイート、うん、ああ、そうそうそう、もう一つがワンラブ、あー、はい、100年先もと、はい、もう一つがウィッシュ、うん、街に愛の歌っていう、うん、これ3つがあるじゃん、はい、当てはめていただきたいなと思いまして、はい、これ曲の流れを見れば、あ、そういやそうだなってなると思うよ。あー、おもろ、おもろい、おもろい、この曲調だったらここやな、この曲調だったらここやなっていうのが絶対わかると思うから、2人に並べていただきたいなと思う。ほう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 、これでももうできてる。まあ1つ目はもう安定として、俺もいけた。じゃあ1つ目1回せーのせーの、せーの、ラブソースイート、オッケー。おお、2個目だよね、感じなの。シーズン2ですね。はい、シーズン2いきます。せーの、ウィッシュ。おお、これこれは最後いきましょうか。いきますか。せーの、ハピネス。おい、ラジオ。そのボケは知らんかった。ワンデーですね。カラコンと一緒。あ、ワンラブだ。ワンラブだ。普通のやつ。天然だ。正解は、はい、ウィッシュラブソースイートワンラブ。え、とっと、当たってないの。なぜでラブソースイートがそんなに人気になったかと。花壇ブームってのが来まして、ウィッシュがシーズン1じゃん。そこで人気になったんよ。で、セカンドシーズンやります。え、セカンドシーズンやんの？で、もっと集まるわけよね。人が。で、再放送とかも見て、どんどん集客が集まったわけ。その中でのラブソースイートでございますよ。そういうことだったんだ。ちょっと2人とも間違えたね。そうっすね。これ今1問正解、0問正解。俺0問だった。あ、0問だ。そうだ。え、ちょっと頑張ってください。やばい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 。いや、バラエティーの方から ありがとうございます。行かせていただきましょうか。これ3択じゃなくて、ある人の行動を言ってほしい。なるほど。どういう行動をしたのか、
わかりました。 VS 嵐、はい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 、で大人気のゲームであるクリームクライム登ってくやつ、そうです、はい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 、あるじゃないですか。で嵐のメンバーの中で師匠って言われてる方がいまして、桜井翔なんですよ、それが、はいはい、で師匠って言ってもすごい巧みな技術だなっていう師匠ではないんです、うん、めっちゃ下手くそなんよそうなんだ、めっちゃ下手くそなんよ兄貴やな。翔くんは特殊な、うん、あの終わり方をする。制限時間があります、はい、制限時間がゼロになって登りきれなかった翔くんはどんな格好をしていますか。普通の人だったらね、例えばこう登ってますと、うわくそー、そうやね、そうやね、こうなってる、うん、翔くんはね、レベルが違う。へぇ、それを当てていただけ、どんなポーズでゲームを終えているの。俺は、なんか今パッと浮かんだのは、うん、なんか紐が背中にあ、ついてるね、こんなみたいな、うん、なんか、吊らされてるみたいな、うん、ポーズかなとは思ったザリさんは。俺逆にあの VS 魂で岸くんがやってた企画で、はい、なんかこう飛んでいきながらどんどん低速で押すやつ、あの飛び方がもともと VS 嵐を尊敬してやったんじゃないかなっていうことで、大空を羽ばたいてるタイプの両手両足パッと大の字で広げてるポーズだと思います。じゃあ正解の画像を見せますね。はい、お願いします。正解こちらです。嵐に仕上がれからだぞ。はいはいはい。嵐に仕上がれ大人気企画、デスマッチ企画っていうのがあるんですよ。はい。っていうのが、ゲストの方がピザが好きですって言ったら、全国の美味しいピザをかけてクイズに答えて、当たった人がそのピザを食べるみたいな。はいはいはい。デスマッチ企画があるんですけど、はい、あの一人ポンコツのやつがいまして、名前は、はい、まあ、イニシャルでいいかな。はい。A 君っていう。あ、相葉君。珍回答がすごいんですよ。はいはい、うんうん。イメージある。で、そのクイズがあるじゃないですか。正解じゃなくて、相葉君が答えた答えを言ってほしい。はい、わかりました。わかりました。この問題っていうのが、インドでは世界初とも言われている牛専用のあるものが作られました。一体何でしょう。なんか今はそれ聞いた瞬間に、ちょっとピンときた。ジェットコースター。違います。違うか。じゃあ、もう少し踏み込もうか。はい、携帯でできます。牛用のパズドラ。おお、アプリは合ってるね。アプリは合ってる。あのね、大人系かなこれは。あ、メスを見つけるアプリみたいな。おお、つまりマッチングアプリ。おー、すごい、すげえ、正解っていうことで出会い系、出会い系、出会い系ということで。牛が出会い系しねえわ。見てこの笑顔。かわいいね。俺めっちゃいいの見つけたみたいな感じ。嵐のメンバーである二宮和也さんが、はい、しゃべくり7に出た時にメンバーをお父さん、お母さん、弟、ペット、この4人で当てはめてくださいっていうのがあったのよ。それぞれの嵐に対するイメージで大丈夫です。メンバーを当てはめていく。そうです。おー、これめっちゃ簡単じゃない。うん、じゃあお父さんからいこう。お父さんから、お父さんからで、うん、せーの、翔くん。え、翔くんなんだ。え、翔くんじゃない。翔くんだと思った。じゃあ次、お母さんしますか。せーの、松潤。え、なんでなんでなんで、わからんわからんわからん、なんでなんか乙女感ない。お母さんが松潤。松潤。お母さん、相葉くん。おお、はい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 。じゃあ次、弟いきますか。せーの、ジェイ。相葉くん、相葉くん。おお、相葉くん。ってことは、じゃあ残りのペットは翔くん。ペット翔くん。俺、大野くん。まず、お父さん。はい、松本潤さん。なんで2人とも違うんだ、じゃん。そう。あら、で、お母さんが翔くん。おー、はい、逆だった。あ、逆だったのか。弟、はい、大野くん。へぇ、ペットが相葉くん。全部合ってない。あれ、俺、変わってない。全部外れ。お母さんめっちゃ相葉くんか。確かに、皆さんの思うその家族構成聞きたいですね。はい、ということで今日は、嵐のことを知らない私たちがクラシックにいろんなクイズ形式で教えてもらいました。はい、お二人の、チャンネルは概要欄に貼っておりますので、ジャニーズを好きな人だけちょっとチャンネル登録して通知マークを押して、僕たちの動画も、見に来てくれると嬉しいです。僕たちの方でもね、あのザリさんと一緒に動画撮ってますので、そちらの方も、ご覧、ご視聴になっていただけたら嬉しいです。じゃあちょっと一発ギャグ披露しちゃう。あ、いいですか。じゃあちょっと真ん中立っていただいて。すごいね。いきます。はい、カッパカッパカッパがいたけどカッパ虫。はい、ということで今日は新しいお友達ご紹介していきました。また次回の動画も見てください。はい、またね、バイバーイ。もうほんと幼稚園の先生。